先般今年の世論調査の結果を見ましても依然としてだけ一緒に考えかつ力を合わせこれね私が思いますのはね、まあいろんな環境ありますよ。政治環境とかね、まあ、お互いの関係がいい時もある悪い時もある。あまりいい時はなかったけどね、悪い時、そういう時もね普通に開いて、そしてみんなが議論する。それも民間の人たちもたくさん来てますからね。日本はほとんど民間の人です。でそういう人たちが率直な意見交換をする、それとってもいいんじゃないでしょうか。まあ、中国の方にとっても参考になることは多いと思いますよ。如此中日关系才陷入当下的困境。央视记者 stimulus policy 来自日本东京的报道。中日関係をね、こういう状況でいつまでも置いとくことはできないということです。そうじゃなくて、お互いにね本当に心から協力し合えるような、そういうお互いの理解、そして共通の目標を持つべきであると思っております。まあ、これも今申し上げた通りに正しく理解するということですね。まあ、自分のこともよく知ってなければいけませんよ。でもね、今の人はね昔のことは知らない、責任がないと、こういう態度を取るかもしれません。まあ、しかし責任がないということで相手の人と話が当たり前にできるかどうかということを考えなきゃいかんですね。そして、民間の人もね、最近民間交流でもね、今度11月に日本の NHK 交響楽団というのが来ましてね、これが、大劇場で演奏しますけどね、まあ、そういうことがニュースになるようじゃなくて、そんなオーケストラもしょっちゅう来てるというぐらいにしたいですね。